瀬戸恵子の Life is Art 2023年3月13日12時24分です。うおー、すごい大根の上なんとこんなに伸びて花が咲きました。いやさか。久しぶりに、ウグイスが、綺麗な声で鳴くから、Facebook でライブ配信したんですけども、長く撮ってたはずが、2、3秒だったんで、やめました。はい。ちょっと、天気は曇りなんですけども、あ、鳴いてるかな。ちょっとだけどね、よかった、録画できて。さあ、今日は施術をしながらいろいろ事務仕事、今週の週末はやった名古屋です。ありがとうございます。3月18日、名古屋のお話し会、3時間のお話し会、ここで私はロタ島の生活を、8年前のね、ロタ島の生活を全部思い出して、その時に感じることをお話ししようと思ってます。なのであんまり思い出すと新鮮味がないので、当日私も過去に戻って、で皆さんと同じような感じで味わっていきたいと思います。ぜひ当日会場でも大丈夫です。お問い合わせは、私のメッセンジャーでもいいですし、ホームページでもいいですけど、何でもいいです。ご縁のある方はぜひ新しい可能性の扉を、大きな扉を一緒に開いてください。お待ちしております。2023年3月、今日は14日、あ、55分だ、出ないと。おはようございます。いやー、間に合ったっていうか、55分に出ようと思ったから55分に出ないとって。そしたら改札で、パッといつもスマホのところにカード入れてるんだけど、なくて、え？とか思って。なんか両替するときにね、こういうのに1000円とか入れてお釣りが、来たりするんで、それを昨日やったのでね、なかったので一瞬びっくりして、久しぶりに切符を買いました。さあ、これから大阪に行くんですけども、大阪でなんか多分4月にちょっとだけですけども30分ぐらいラジオに出演させていただくことになりました。ありがとうございます。その打ち合わせ、顔合わせにちょっと行ってきたいと思います。多分福祉とかそういう感じの母体がそういうところだと思いますので、なのでバーバが孫に送る成長ソングの企画とかお話ししていきたいと思います。今日はねめちゃくちゃ忙しいで、帰ってきて、仕事、うちで仕事、事務仕事をしてたらまた夜は難波に出ます。皆さんも良い一日をお過ごしください。ありがとうございます。あ、電車だかわいい。これに乗るのかな。はい、ミーティング30分の予定があっという間に1時間以上。はい、ここは大阪本町っていうのかな、でした。さあ、これから奈良に帰るんですけども、生駒のチロル堂にちょっと行ってみようかな。なんかものすごいいい方で良かったです。同じ広江馬の人と会うのはとっても少ないので、めちゃくちゃ嬉しいです。本当に必要な時に必要な人と会えるんだなって思ってます。ありがとうございます。
駒に着きました。これから久しぶりにチロル堂に行ってみたいと思います。チロル堂はですね、この横断歩道を渡ってその1本目の道を左に入ります。はい、1本目を入ってちょっと見にくいんですけども、あそこなんです。はい、ここでーす。はい、久しぶりに、はい、チロル堂さん来てまーす。こんにちは、ありがとうございます。店長さんも映って大丈夫ですか？あんまり、はい、じゃあ ここら辺だけ、あ、わかりました、はい。では、牛すじのいただきまーす。わお。ごちそうさまでした。バイバイ、また来まーす。はい、チロル堂さん。こちら側はね、駄菓子屋さんになっているんでーす。イエーイ。チロル堂さんでした。店長さんもいらっしゃって、女の子2人とまた婚活、もう一番おばちゃまが婚活で、ってみんなにアプリを教えておきましたね。どうせもうそういうブームの時に探した方が楽だからという感じで、これからですね、富雄に帰る前にちょっとだけお買い物して帰りたいと思います。あ、また午後だ。再びお出かけ、夕方でーす。なかなか1日2回大阪に往復するってことはないんですけども、今日はもう何十年以来のお友達がニューヨークからね来てますので、ちょっとお話ししたいと思います。気分を変えてちびっとイヤリングなんつをつけてみました。婚活中の皆さん、外に出るときにはなるべく自分を上げるように頑張りましょう。あ、夕日まだかな。大阪です。もうなんか行きたかったレストランが週末しか空いてなかったりして、なので今あの居酒屋がいいっていうところの居酒屋を探してるんですけども、チェーン店はなるべく嫌なので、もしくはあんまり知らないチェーン店を今探してさまよってあります。うおー、ロボット焼き来てまーす。昔ながらのお友達でーす。なんかあの思ったより全然美味しくてびっくりした。え、釣りがどこに行っちゃったか、あの裸眼 0.02 なんで見えないんですけど、あ、はいはいはい、どこにいたの？出てないのかな。あ、いや今そこにあれだから、はい、だからカラオケ屋さん行きましょうよ。あ、カラオケね、はい、はいはい、ちょっとすごい美味しかったね。よかったあ、上だ。君はちょうどね、ニューヨークの友達、ここのビルに泊まってるんだって。ラッキー、君はラッキー。君はラッキー、本気、バイベー。映しちゃいけないらしいんで、あの、遠目にちょっとだけ。では、これからやっと解放されたので帰ります。ありがとうございました。